とは封印するだけぞ。こわっ、くやっ、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど、輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。くっ、クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千住、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。まずい。やつが次に狙うのは。さあ、次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。そうだ、俺はもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。そうだ、これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前、ナガトの時の術をオビトに。まあ、それも俺の計画のうちだ。さて、そろそろお前には眠ってもらう。生き返っても同じだ。美獣もすぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ、このままぶっ潰してやる。今だ。おう、重ねろ。すご
よっしゃ、これだけやれば、うん、遅くなりました。マダラ様、持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀変国、何かしてくるかもしれねえ。注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は…ん？ナルト！神音が…美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと悔やみながら行け。さて、お前は数少ない内派の生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。ああ、どの道お前に残された時間は少ないけど。ナルトとは違い、頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。ウチハは交渉に戦うべきだ。登場、起爆札。何を望む。あそこの際はそうに回っている。消えろ、古き時代とともに。燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の遺物がシャシャるなと。
終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。うわー、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは、そして時は急転する。辞書決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は。